やろうなめろう楽しそうだろう。はい、ありがとうございます。さあ、シーブヤです。まさかの新ステージ公開ということで、早速公式ツイッターの説明文見ていきましょう。ここは新たなバトルステージ、なめろう金属。荒野に放置されていた巨大船から金属スクラップを収集するイカたちが集まり、やがて解体業を中心とする工業地帯として発展した。現在巨大船がある一帯は荒野となっているが、かつては海があったらしい。いやー、いろいろ突っ込みどころがありますね。やっぱり一番気になるのは、かつて海だったというバンカラ地方の過去の出来事ですね。スプラ3のヒーローモードのトレーラーにて公開されたフルソーなイラストがありますが、このイラストの通り、昔は洪水するほど海が広がっており、その水害を防ぐためにもマテガイ放水路という大規模な地下施設に水の逃げ場を作ったりしていたわけですが、何かしらの環境の変化で海がなくなってしまったようです。スプラの世界は我々が住む地球の1万2000年後の姿であり、異常な海面上昇によって陸地が減り、人類が滅び、海洋生物が覇権を握っている世界です。そんな世界の海が干からびて荒野になったというのは、少し違和感があると言いますか、自然に海がなくなったのではなく、何者かが人工的に海がなくなるような事件を起こした気がします。例えば、鮭が生息してる海をすっからかんにして、鮭を乱獲して金イクラを大量に搾取したとか、ロケットの実験で大爆発が起きて海が干上がったとか、哺乳類の遺伝子、化石とかですね、が必要だったため海をカラカラにして干上がった大地を掘り起こそうとしたとか、いろいろな可能性がありますが、ヒーローモードの黒幕とつながってくるんじゃないかなと個人的には考えています。もしかしたらインクリングは水が苦手ですし、陸地を増やしたいバンカラ地方のイカたちが海を消した可能性もありますが、とにかく続報に期待です。巨大船から金属スクラップを収集するイカたちが集まったと書かれていますが、バンカラ地方ではスクラップ集めが一つの収入になっているようです。主人公も小ジャケとともに荒野でジャンクを集めて、バンカラ街で監禁して日銭を稼いでるようなので、昔海で流されたいろいろなものを掘り起こすのが一つの文化になっているのでしょう。宝探しみたいで楽しそうですしね。で、このスクラップという表現ですが、ステージ名のなめろう金属とかけています。もしかしたら地域によってはあまり馴染みがないかもしれませんが、居酒屋とかでもおつまみとしてよく出てくるなめろうは、マグロたたきみたいな感じで魚をスクラップした料理です。なので、解体業を中心とするこの工業地帯はなめろう金属と名付けられたわけです。結構このステージは凹凸が激しいと言いますか、障害物が多そうな印象ですね。スロッシャー系やブラスター系が活躍しそうですし、入り組んでる通路だと逃げる時に引っかかってトリプルトルネードが避けられないなんてことも起こりそうです。奥の方をよく見るとクラゲが作業していますが、途中で障害物が落ちてきてステージの構造が変わったり、このステージも何かギミックがあったら面白いですね。また後ろの方にある巨大船について、あれ、これまさかマンタマリア号じゃねと思って見比べてみましたが、マンタマリアではなさそうです。もうマンタマリアで遊べないのかなと少し残念な気持ちになりかけていましたが、スプラトゥーン3でもマンタマリアは登場するかもしれませんね。というわけで、いかがでしたでしょうか。湯の花大渓谷に次ぐ荒野地帯ステージですが、なめろう金属の雰囲気、個人的には結構好きですね。というか、荒野地帯だと自分たちのインクがよく目立ちますし、塗りがいのあるステージで遊んでて気持ち良さそうです。また新情報が公開されましたら動画にまとめていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなも。それではまた、アディオス。